全て抜けるまで帰れま展開しから45時間が経過みんなで協力しておかず3品を完食するもどれもランキング外このままだと番組の尺に収まらないので1位を当てれば帰れる特別ルールに変更することに4目はサバアリが挑戦デンデデン親友として同割のおかず1位を当てることができるのかうんあいつなりで抜いとんやろないやサバアリーさんマジで頼みますこれ当てて帰りましょうもう僕の息子はとっくに寝る時間なんですよ それなサブアリお前親友やから当てれるやろマジで頼むぞうんまあ俺の予想ではこの企画系ジャンルの気がするんよなサブアリが目をつけたのはまだ一度も注文していない企画系ジャンルウィーヒットの代が起乗したらなどの定番メニューにおつまみに最適なボテジンが下ネタ好きだったらなど様々なちょいエロが飛び交うこのジャンルでサブアリは何を選ぶのか んー、じゃあ、この、ウィーヒットの台が起乗したら、でお願いします。え、マジで言うてますおい、それ動画に本人が出してたおかずやんけ。自分の動画でいたしてるわけだやろ。お前頭の回線乗り換えろ。かなり悪いぞ。いや、あいつもう行くとこまで行ったと思うね。だから俺はもうこれにかけるわ。お待たせしました。ウィーヒットの台が起乗したら、です。画質が落ちる前にお抜き上がりください。さあ、誰が抜くもう僕は無理です。これ以上抜いたらテクノブレイクになります。俺も無理や、しお前が床をなとかで行け。 お前地上波で床をなとか言うなそれ息子を虐待しろ言うてんのと一緒やぞあマジでごめんソーリーチンポふッもう俺が CM の間に抜いといたわ感謝しろよさあウィーヒットの大学起乗したらないですかテンテン全員賢者タイム1位当ててテクノブレイクならずに変えることはできるのかウィーヒットの大学起乗したらの順位はどい